そもそもね、あの中がつく名字はそのこの辺の東農から信濃稲とかね、木曽とかの方の出身やって最初にうちに教えてくれはったのが中川先生、近代戦略の数学の先生、中学1年、2年、3年の担任やって、もう疲れたよ気絶するぐらいの疲れたけどな。で、その時介護してくれた、ほんまに気絶する介護してくれた成藤君と思ってね、それが鳴門伝の原型の実は。で、顔の形は違うけどちょっと似てるかな。で、成藤伝のやねんね、今実はあんまり親しくなかったけどな、だけど助けてくれて、その時な、成藤君だけ助けに来てくれて、あとみんな震え上がっとって、カチカチに固まって、うち気絶するまで疲れたから中川先生。だけど中川先生そうやって毎年大滝村に生徒連れて行っとってんな、亡くなったけど割と前に。で、まあ厳しい先生、なんちゅう、何歳ぐらいやろな、まあうちのお父さんもうちのことボコボコにしてたから同じぐらいうちのことボコボコにしはったけど、お父さんしょっちゅう、まあ、うちのことなボコボコにして、まあ気絶もしてたよ。あんなタイプに殴られたら気絶すんねん絶対ね。お兄ちゃんにこそわされても、気絶したのにちな。で、まあだから、その、仲がつく名字は、まあ、その、河内の国に退去して、仁徳天皇の時代に、門真あたりに行って、門真が仁徳の都、言い方がぴったり。港町のことやから、都って実は。本来の意味はね、うちらの言葉やし、都の意味はね。大和民族に嘘を教えたね。な。まあええやん、それね。今嘘って分かったよ、分かったよ。な。宮古町、港町っちみすぎんね。まあまあまあ。で、代わりに、河内カバーの人たちが、この中津君に来て、ね。何回も言ったよな、これ。